ほど議案の説明でも触れましたが、この度ゼビオホールディング株式会社様とゼビオアリーナ仙台の改修および管理運営に関する基本協定を締結することとなりましたのでお知らせをいたします。本市ではアフターコロナにおける町の活性化に向けて今年の8月スポーツ振興を通じた町の活性化に関する連携協定をゼビオホールディング様と締結をいたしまして、これまで協議を行ってまいりました。協議の結果、ゼビオホールディング様がゼビオアリーナ仙台を国際規格に適合した通電型のアイスリンクと屋内競技場、屋内競技等に対応したアリーナとの併用型施設へと改修した後、自らが施設の指定管理を行うことを条件に本市に寄付を行うとのご提案をいただいたものです。ゼビオアリーナ仙台を国際規格に適合した通電型のアイスリンクと屋内競技等に対応したアリーナとの併用型施設へと改修した後に自ら施設の指定管理を行うことを条件にして本市に寄付を行うとのご提案をいただいたところです。でこの条件付き寄付の受領には議決が必要でございまして、第4回定例会に関連する議案を提出いたしまして市議会での議決をいただいた後改修スケジュール等の協議や必要な手続きを進めてまいりたいと考えております。取り組みを進めるにあたり、今日の15時午後3時から、ゼビオホールディングス様と連携協定の締結式を行います。今日この協定の締結式を行います。式においては羽生結弦さんが動画メッセージを寄せてくださいましたのでそれも合わせてご披露させていただきます。日本フィギュアスケート発祥の地仙台に国際規格に適合する通電型のアイスリンクが整備される大きな一歩となります。整備の実現に向けまして官民手を携えてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。